照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。埼玉西武ライオンズ対オリックスバファローズと一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？とにかくね、1、2番の出塁ですよね。その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。オリックスバファローズの攻撃です。1番バッター坂口、見逃して三振です。打順は4番秋山、同点のランナーが出ました。ライオンズです。インサイド落ちました。これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。ランナーが出ます。ツーベースヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。打順は5番に回ってきます。クリア、ここは三振を狙っていきたいところです。このストレートが決まります。2球目打ちました。これはどうだ、アウト、そのままタッチしてツーアウト、ダブルプレイ。先頭バッターとしてはまずは塁に出たいところです。初球打ち高く上がった、頭上入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。1点返しました西武ライオンズ。初球でした、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。ホームランで1点を返しました日本ハムファイターズ、5対2になりました。らしいホームランを見せてくれました。ご覧いただいています、先ほどの見事なホームラン、非常に力強い打球でした。天空神社中に点が高めなくて、女子中学生盗撮の疑いで医師の47歳が逮捕。バカじゃん、危ない、女子が被害だって。バカなんだよ。5番に打順が回ります。バッター秋山、今日は2打席連続のヒット。これは外れています。低め外れています。これは見送ってボール、ストライク入りません。次の投球が今日の80球目。打ちました、弾き返した打球は右中間へ。これはどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。これで3打席連続のヒット、セカンドランナーホームイン。ライオンズが追い上げます、5対4。さあご覧いただきましょう、見事なタイムリー、これで1点差に迫りました。西さん、この場面いかがご覧になりますか？そうですね、じっくりとね、得意なボールを待って勝負するべきでしょうね。ボールになります。小型カメラって目に見えんぐらいに小さいのがあるんですよ。外、しかし主審の手は上がらない。ボールが3つになります。外角低めのストライク。さあこれで追い込んで、次はどこへ来るか。際どいが、あっとフォアボールです。フォアボールでフルベース、ピンチを迎えます。向かうバッターは6番ペルマン、先ほどはヒットを放っています。打ちました、これはどうだ、
本塁フォースアウト、一塁送球はどうか、ダブルプレー、チェンジです。しかしこの回得点が入こちらが先ほどの配球になります。マウンドは中継ぎの佐藤、打ちました、高く上がった、レフトが下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。レフトスタンドに飛び込む今シーズン第7号のソロホームランになりました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。鮮やかなホームランを見せてくれました。逆転してからも攻撃の手を緩めません。迎えるバッターは5番 T 岡田。今日は打点が1あります。流し打ち、低い当たり、一気にレフトへ、サードランナーホームイン、同点に追いつきました。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。ここで追いつきました。この後どんな展開を見せるんでしょうか。うまいじゃん。打った、伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し、入った、ホームラン、勝ち越しのスリーランホームランです。オリックスバファローズ、この終盤リードを奪われる痛い一発となりました。ライオンズ勝ち越しを許します。10対7、この回一気に逆転されています。今日の満塁か、これは逆転につなげたいな、なんとか。迎えるバッターは5番秋山。今日は4打席連続のヒットを放っています。一打同点の場面です。打った、マジか一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ああ最悪。点取られすぎじゃ10点も取られてから勝てるわけないです。西武ライオンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、両チームよく打ちましたが最後は力勝負に敗れてしまいました。いかがですか。打線がね、よく頑張ったんですけれどもね、まあ惜しかったですね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったオリックスバファローズ、接戦をものにしました。一方で痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は富山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。